こんにちは、速稼塾の久保です。今日は暗号通貨ニュースね。もうそろそろ暗号通貨もピークに来たのかなという気がするんですよね。これはね、でも一つの例外を除きます。ビットコインとかイーサリアムは、まあ少しずつだけども上がってくるのかなと思うんですけども、その他の通貨はですね、ついでに上がってるだけなんで、まあ、あんまり当てにならないかなと。ここからブレイクしていくんではない、ブレイクっていうのはね、もう価格を落としていくんではないかなと思うんですよ。まあ、ですので今が行動の限界点かなっていう気はするんですよね。いろいろと思い当たる節はあるんですけど、まずね、コインチェックの CM が再開したっていうところに、また言い知れない不安感を感じるんですよね。このコインチェックの CM が前回スタートして出川哲朗さんが出ましたけども、その直後、多くの方がビットコインを手にした時に、ビットコインを中心とする暗号通貨、仮想通貨の暴落が起きたわけなんですよね。これは結局高値掴みっていうやつが起きたわけなんですよ。で、やっぱりこういうのってね、誰も知らない時に仕込んでおいて、みんなが忘れた時、見向きもしない時に仕込んでおいて、多くの方がわっとね、資金を持って集まった時に離脱っていうのが、まあ最適なパターンじゃないですか。それでプロの投資家はそれをするんですよね。で、今回のテレビ CM が始まったり、あとはね、単価が安い暗号通貨クサコインっていうのがどんどん売れていって、値段が上がってきた時っていうのが、これがそれなんじゃないかなと思うんですよ。そのビットコインって今、ね、380万とかの価格で出してますけども、あの1ビットでしか買えないことはなくて、別に 0.1 で買ってもいいし、 0.01 ビットで買ってもいいわけなんですよ。まあ、そうすると3万円4万円でビットコインっていうのはとりあえず買うことができるんですよね。そういうふうな形でビットコインを買うならまだしもですけども、多くの方は1単位でしか買えないと思っちゃうんで、ビットコインって今380万でしょ、高くて買えないよみたいな感覚になるんですよね。いやでもそんなことはないと、5000でも1万円でも買っておけばいいって話なんですよ。ただそれをご存じない方がやっぱりこう単価の安いね、2円とか3円とか10円みたいな暗号通貨に手を出して、でビットコインみたいに値上がりしないかなとかいう2番煎じ、土壌を2匹目の土壌を狙うんですよね。この現象が起きてきたら、まあもうそろそろ末期かなと思うわけなんですよ。ただしビットコインみたいな値上がりがね、もうそろそろ止まったかなっていうものはこのまま堅調に上がっていくと思います。まだ値段が上がってないものが大きく値段を上げた時が私は危ないのかなと思ってるんですよ。特に暗号通貨に個別の根拠なんてほとんどないですからね。ただ値上がりしそう、儲かりそうみたいな期待で買ってますんで、そういった資金が入ってきた時に、もっともっと前から値上がりしそうと思った方がいるわけですよ。もっともっと前のポジションを持ってるとかね、その方が利確をするタイミングになってしまうってことだと思うんですよ。まあだからね、やっぱりこういろんな方がね、これから暗号通貨にチャンスがあるってことを煽ると思うんですけども、チャンスがあることと値上がりが一方的に続くってことはちょっと違うんですよね。暗号通貨ってものは確かに使われ始めて、これから一つ一つ個別の目的に向かって走るでしょうけども、ただね、単なる値上がり益を狙った人っていうのはこのまんまここで利益確定して離脱すると考えられるんですよ。そうなると買う人は高値で買って、その高値で買ったところに、まあ値上がりした人がね、安く買ってきた人が売るってことでマッチングするんじゃないかなと、そんなことがこれから起きるんじゃないかなと思うんですよ。まあですので私はビットコインとそれからイーサリアムね、この2つはしっかりと持っておこうかと思いますけども、その他の通貨に関しては決済時期を探してるって感じですね。数年前とは状況も変わりまして、スマートフォンの普及率も高くなったりとか、あと暗号通貨の取引所がね、もうアカウント作るのが簡単になりましたね。結構ね、システマチックっていうかね、運転免許証、住民票があれば、個人カードがあればね、もう完全にこれパパパッとやっちゃいますよね。でその手順を知ってる人も増えたんで、プロモーションも増えてますしね。だからそこら辺は簡単に突破できるのかなと思うんですよ。逆に数年前に暗号通貨のアカウントを取った人って相当めんどくさかったと思うんですよ。だからこれをやったからこそ仕込んだ資金をおいそれとは手放さないってことになりますし、あとはね、日本の暗号通貨の取引所って手数料が高すぎるんですよ。売買の手数料が、買った時にまあ 5、6% 取られて、売った時にまたね 5、6% 取られるってことで、往復で 15% から 20% くらいなんじゃないですか。だから購入金額の2割がそういった手数料で取られるのではちょっとね、勝てないですよね、さすがに。本当長期で寝かして大きく値上がりしたところに手数料って形ならいいんですけども、その後課税もかかってきますからね。まあ、ですんでちょっとこの辺で頭冷やしてね、暗号通貨っていうものは、個別にどういった役割があるのか、その役割に自分はプロジェクトとして乗っかっていけるのかどうか、お金を出せるのかってことをしっかりと考えていく時期になってくるんじゃないかなと思いますね。ということかな。
なんかね、その加熱もそろそろ平熱になり、そして、熱が下がっていくんじゃないかなというふうに思うんですけどね。本日はそんなところですね。ちょっとしたぼやきでございました。暗号通貨ライフ、これからも楽しんでいきましょう。それでは。